あのはじめさんが自分から起きるなんて珍しいこともあるもんですな。せやけど肝心なものを忘れてへん？さあおりょうちゃん。これは裾を直してくれたのか。気にせんといて、ちゃんとお代はいただくさかい。ねえおかみさん。せやね、斎藤藩がこの国を動かすくらいの大物になってくれはったら、新しい寺田屋でも作ってもらいましょうか。本当に金に細けえ女ばかりだな、ここは。さあそろそろ出なあきまへんな、三番隊隊長さん。ああ行ってくる。飯と風呂頼んだぜ。どうも斎藤さん。隊長の仕事を一通り教わるんだったな。はい、じゃあ早速始めますか。ああ頼む。まずは豚所内を案内します。ついてきてください。もう。それでは次の場所に案内します。分かった。ここは土蔵ですね。さあ次に行きましょう。ああ。ここには各隊長の部屋があります。もう案内されたそうですが、斎藤さんの部屋もここですね。身支度したい時や
休憩を取りたい時に使ってください。では、次に行きましょうか。ああ、斉藤さんはまだ聞いていないと思いますが、山並さんの三万隊には普段の京都の治安維持以外にある任務が与えられていたんです。山並さんの後釜の斉藤さんにもその任務を引き継いでもらいます。詳しいことはそこの受付にいる担当者に聞いてください。斉藤さんが来ることは伝えてありますから。それじゃまた後で。さて、3番隊の仕事の詳しい話をそこの受付の担当者から聞いてください。Good!
こんなとこですかね。隊長の仕事は以上です。わかった。時間も時間ですし、今日はもう上がっちゃっていいですよ。じゃあお疲れ様です。ああ。